渡辺岡かな、クロスが入って逆サイド阿部、阿部ボレー行きたいところでしたか。そして渡辺中央を見てふわりとボールをヘディングで打ってくる。高木パンチング、ゲームオリベイラ、しかしアドユトンが行く。アドユトンから上がったボールをヘディングシュート、高木がパンチング。そして今度は左小川、小川から縦へのパスが入ってくる。そしてディエゴ・オリベイラ、また浮かせてきた、ヘディングシュート、決まった。 FC 東京先制、23番の渡辺龍馬が決めました。決まった。 FC 東京、高川からディエゴ・オリベイラ、チャンスになる。渡辺龍馬こぼして詰めた、取られた、チャンス、東京入れたボールはシュートだ。渡辺龍馬が入ってきた、打ってきました、渡辺龍馬、拾いました、渡辺龍馬、渡辺からレアンドロ、レアンドロは引きつけて渡辺龍馬、クローザー戦です。あ、まだある、お、拾ったわ、もう一度レアンドロ、真っ最後拾う、また捉えてきた、繰り返し長友、長友折り返し、ファーサイド中村収めて、あ、ボレーシュート、渡辺龍馬の右足ズドンと決めました。高萩入れました、ファーサイドヘディング、渡辺龍馬、1対2 FC 東京の勝利です。